イーファンンディグフランチャイズバージョン「大々あのハンガーで釣ってある」「株式会社モノレスジャパン代表岩井義明令和のトラチャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる志願者の思いや人柄にベットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長」「志願者やトラ時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのか」「大々あのハンガーで釣ってある」 感じですけど、折りたたんでなんかこう普通のね服屋さんみたいにっていうのはないんですよね。基本やってないですね。ですよね。だってそればーって広げられちゃったらそのまま汚くなるもんね。おっしゃる通りです。はい。うん、試したりもしてるんですけど、基本はやってないです。はいうん、基本上着はハンガーにかけてあって、はい、パンツ類はどうなってますか。えっとパンツ専用のあのハンガーがあるんで、はい、で同じようにハンガー楽にかけてます。シャツは 着地はですね、えっ、ー、と池袋店と秋島店はあって、はい、あと熊本の FC 自庫店はあって、うん、吉祥寺はない。ない時には困らないんですか、お客さんは？えっとですね、パンツは売れないですね。あ、そうだね。はい、おっしゃる通り、パンツは売れなくなるんで、はい、もうパンツは置かないっていう形で、えっと割り切ってやってます。うんうん、男女の服でいうとどっちが多いんですか？えっとメンズですね。メンズが八割ぐらいですね。あ、そうなんだ。はい。ああ、うん。 あのレディースもキッズも仕入れられて実際試してるんですけどツボ、うん、効率が悪いのでメ、うん、メンズメインズイにしてます万引きは万引きはですねえっと、確認できているところで言うとと今どう一件もない、うん、ただ毎月1着ずつ取っていくとかだと正直わか,、ね、からないですよね正直わからないですなんで直営の考え方としては、えー、例えばこう原価400円とか 末端の平均販売単価が大体2,000円ぐらいで限界って20%なんで1着400円ですとで毎月10着盗まれたら、えっと、4,000円のコストがかかるとこれはある程度こうランニングコストに織り込んで考えていく形ですねでも、まあ、<laughs> 委託なんで万引きされても別に本部が負担してくれるっていうことですか <laughs> えっとまあ本部が手滞ですねですよねだからオーナーからしたら別に万引きなんて確認する必要ないですよね、はい、自分の仕入れで入れてるわけじゃないんでああのそうですね,そう,うですねそうですねあの局算なしとそうなりますね はい、そこは何かルール改正した方がいいかもしれないですね、FC として。将来的には、えっとですね、あのこれ、基本的にいろいろ試していろいろ改善していきたいなって思ってるんですけど、例えばこう、各店舗にパネルとかを置いて、えっと、リ,リモート接客みたいな形で、こう1人のアルバイトが10店舗見るみたいな、こうなんかこう、まあ、ちょっとコールセンター的な感じですね。 えっと、機能を例えばつけて、そこでこ例えば監視させるであったりとか、えっと、そういうふうに、えっと、してこう万引きを防ぐであったり。あと、万引きは、直営の場合は、まあ、正直、そんなに痛くはないんですけど、うん、と高単価商材を置けないっていう、えっと、現状があるんですね。今、高くてもマックス五千円ぐらいまでしか置いてなくて、原価の高い商材、例えば九千円とか一万円とか。 売り上げにインパクトが大きい商品というのを全く置いていないので、えー、と前提、まあ、ある程度盗まれてもというと、ちょっと語弊があるんですけど、原価が低いものしか置いてないです、ただ将来的には高単価商材も置いていきたいので、なんかそういうスキームだったりを検討したいなっていうのが段階です、ね、一応、フランチャイズなんで、全国にどのぐらいできるかなっていうことを考えたいんで、はい、そのイメージでちょっと質問したいんですけど、はい、えと市場規模っていうのかな。 市場がどのぐらいあるかというでちょっと意地悪な言い方になりますけど、はい、まあ餃子はあれだけ広がったわけじゃないですか、うんはい、雪松さんが成功してそれを真似たやつがバンバンできて何倍もで古着はそこまで広がらないじゃないですかはい,いこれは何でだと思いますかえっとあのー、大きく2点あると思ってまして 1>,、はい、1点はあの先ほどハム社長おっしゃったように、あのー、やっぱりこう郊外に弱い でえっと2点目に関しては、えっと、仕入れのキャパですねあの食品だったりとか普通の例えば新品のアパレルとかって基本的にどんどん作ったら原価下がるし、まあ、メリットしかないんですけど古着はやっぱ仕入れるようにかなりキャパがあるので、えっと、そこがスケールに際するあの大きな足かせになるかなというふうに感じてます。 まあね、ハードオフさんが新潟で実験してるみたいなこと書いてありますけど、今日例えば、どんどんダウンウェンズデさんとかが、あはい、まあちょっとその商品の質は違うと思うけど、はい、あれがばんばん無人で出したらどうなりますえっと、あそこはあの本当にこう、リサイクルショップっていうような位置づけで、もうちょっと安いもの、そうですね、ブランド系の古着ってあんまり置いてないですね、なんで、もしかしたら将来、そういうところが郊外を、えっと、牛耳っていって。 えっと、我々は、えっと、比較的都心部ですね。えっと、地方でも都心部の方っていうような形で、住み分けが起こる可能性はありますね。なるほど。熊本はどんなところにあるんですか熊本は見たことえっと、上野浦っていう、えっと、結構、あの、いい場所ですね。家賃14万円ぐらいするので、かなりいい場所に置いてます。今度真剣な質問なんですけど。<laughs> はい。<laughs> 今来てるのって古着ですか古着じゃないですね。 古着じゃないですか。はい。どうしてこのビジネスを始めて展開しようと思ったんですか。このビジネスを始めたのは、えっと、合同会社アベンドの、えっと、今副代表をやっている、えっと、僕の中学の友人ですね。この人間が、えっと、副業でそういった古着だったりとか、古物の、えっと、仕入れ販売っていうのを、まあ、四年、4、五年ぐらいやってたんですね。で、えっと、彼にまずそもそも仕入れられるルートっていうのが存在したから、えっと、できる状態にあった。で。 競合を見たときに彼はあまりこうビジネス的なところってあんまり頭になくてこう物がいいかどうかっていうのを考える役割でで僕は古着全然興味ないんですけどこれビジネスとしてうまくいかどうかっていうところしか逆にあんまり興味がないのでえっとそこのちょっとこうピースがはまったっていうようなところが最初のきっかけですねうんあ正直にありがとうございます古着興味なさそうだなと思ってはい <laughs> なんかビジネスは好きそうなんだけど全然そのこのフランチャイズの本部の社長としてなんかこの 商材への愛みたいなのは感じないから、はい、そこをなんかどうシェアするかですよねこのビジネスビジネスとしてはあくまですごいよくて喜ばれるものなんだっていうのでどういくかですよねなんかその例えばハムだったらそのみんながなんかもうちょっと豊かな暮らしができるように周りの人がっていうのがストーリーとしてあってそういう人を増やしたいっていうのがあるじゃないですか。まあ、仲間の ね、その特技と情熱をこう自分が好きなビジネスで、後押しして始まったというのはすごいいいと思うんで。じゃあもうビジネスとしての良さをね、本当に。もっと語ってほしいって感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの。一点、あの補足させていただくと、あの。最初は、あの。もともとこのビジネスやろうと思った、まあ一つの理由で、あの。僕の。なんかこう。 知り合いとかにやってほしいなっていう気持ちがあったんですね。っていうのは、リクルートだったりとか、Amazon の僕の友人って、あの、死ぬほど激務で、馬車馬のように働いているので、あの、メンタル崩す人友達がめちゃくちゃ多いんですね。一時本当周りの人たちで、なんか4、5人ぐらいメンタルで休職したみたいなケースが出てきて、で例えばその時、まあそういう僕の友人とかが、 副収入として、えっと、年間200万でも、えっと、稼げれば、うん、アマゾンの収入多分900万とか1000万とかこれを別のところに転職して多分700万とか600万であったとしても生活の水準ってそんな変わらないはずなんですよねむしろそういう馬車あるまでで働くであったりとか体調を崩してまで仕事をしちゃうっていうようなケースってかなり少なくなるので最初そういう個人の人にやってもらいたいなっていうふうに思ってスタートしてます。 でえっと、ただちょっと蓋を開けてみるとあの個人の方からのお問い合わせってなんかこう今のところ僕が熱量高い個人の方に会えてないからかもしれないですけどなんかこうちょっと冷やかしみたいな人めちゃくちゃ多いですね。うん、なんでう,ん,うんと結論今は個人でも法人でもどちらでも増やしていきたいなとは思ってるんですけど僕の本音としてはうんとなんかちょっとこう。 無理やり仕事をしてるような人たちが1店舗持ってあの、まあ、ちょっと豊かな人生だったり生活を送れるような形のひきっかけの一つになったらいいなっていう思いが、えっと、一番最初はありました今まではねその得体の知れないものに興味本位で問い合わせっていう個人がメインだったと思うんで、はい、それはなんかこっちからしても冷やかしみたいに感じちゃうかもしれないですけどもしフランチャイズチャンネルさんにね手伝っていただけるんであればちゃんと理解した状態で説明会来てもらえたりねおしゃ問い合わせしてもらえたりする。はいそれは こここに来るってていいうのははだから行動としてはいいですよねれね南雲さんに聞かれながらこう話すことじゃないかもしれないけど株式会社 FC チャンネル代表林直弘年商は衝撃のゼロ学生企業から快進撃フランチャイズで全国制覇を果たした実績とノウハウを武器に虎の子のビジネス拡大を支えるサービスですよフランチャイズの王が志願者に試練を与え物語を新しい未来へと導く これをしっかり手伝ったらハム社長にどれだけの被害が出ますかまあでもあの都心っていうことなんでそんなに被害ないそうです、ね、郊外僕らは逆に都心は別にっていうとこなんでん、まあ、場所はあれなんですけど、まあ、問題ないそうですね,ですねまああんまりかぶんないかなっていうとこはあります、うん、あとその勢いでね踏み込んだことを聞くと初期投資はお家でお肉いくらぐらいですかまあ今加盟金込みで5600万円ぐらい5600万円ですよね、はい、今回こちらが350万ぐらい そうですね320万ぐらいですね万ぐらいで回収のなんかポジティブのパターンで1.5年ですよね真ん中の値はどうなものですか 15, 15ヶ月ですねポジティブが15か月だけど例えば10件作って第5位の店舗ぐらいだったらどんなものだと思いますえっと20か月ぐらいかなとかいい18から20ぐらい、はい、お肉は まあ一応1年半から2年ぐらいなんでまあで、ね、同じぐらいだいぶもうですね物件の難しさはどっちが難しいのいやもう圧倒的にこっちだと思いますそれ竹山さん合ってるそれはまあ圧倒的にこっちの方が難しいですなるほどあと林さん今おっしゃった中で多分初期投資が350万でそれプラス加盟金だからやっぱり500万かかるんじゃないのこれあえっ、ー、と含まれてあま含まれてるんだ加盟亀の150万は含まれてて初期費用は300から350なんだそうですね金額的には ハムさんの方が大きいよね初期投資が大きい分売上利益は大きいということですねそう,、まあ、そうですね、まあ、僕らは在庫も買わなきゃいけないんで,、うん、でハムさんは今売上上だが大体分かってる1か月の店舗は何件ぐらいだっけもう30件ぐらいもうオープン済みとか50件オープン済みそうですね30件ぐらいはでそれで大体その標準的なデータってのはもうそれで出てるわけですよね、はい、でも対して今回のセルフルギさんはまだデータは5件ぐらいしかないそうですね4店舗です4件ぐらいしか出てないとでそこで さあとしたらあちょっと最後僕の立場からいいですかこの、はいえっと、FC 本部の構築に関しては顧問の方と進めておりますと書いてあるんでこの顧問の方いらっしゃるならばいろいろ相談ができるじゃないですかえっとですね、あのー、その方には、えっと、本部の構築であったりとか本当細かい数字のアドバイスを頂い,いていてあの FC チャンネルさんにはあの加盟店開発ですねなるほどっていう形であの手伝っていただきたいと。 思ってますこれあの純粋に僕メリットはまああんまり興味なくて株式会社おうちでお肉代表林信介お肉専門無人販売所第2のコンビニという新常識を打ち出しフランチャイズチャンネル協力確約正社員ゼロ人会社人手売らずに仕組みで売る次世代型ビジネスで副業の提案ワークライフバランス革命に挑む無人業界のコペルニクスが志願者が打ち立てる新常識に目を光らせる これあの純粋に僕メリットはまあ,あんまり興味なくてデメリットの部分を僕はいつも追求してやってるんですけどなんかこの結構本部,本部の強さが求められる感じがすごい今してるんですけどまあそんな中でそのえこの例えば売れないってなった時に結構本部にクレームが来るというか本部がもっといいもの仕入れてくれたら売れるんじゃないのかってふうに思っちゃうんですけど、うん。それ どううややっっっててていいくのかなっていうあとそのさっきメンバーに結構本古着に詳しい人が一人いるみたいな、はい、結構古着って、まあ、僕もアパレル出身なんで結構詳しくないとやっていけない年間投資やっていけないっていうのも認識してるんですけどそのメンバーの一人の詳しい人っていうのがもし抜けてしまった場合本部としててて動いいいくのかなっていう、うん、まずあの高円寺だったりとか例えばこう下北にあるようなこう。 古着屋ってこう、本当にこうマニアックな商材を置いていて、本当に古着のトレンド最先端を追っかけてっていう、えー、形で運営をされていて、で一方、我々は、えーと、本当に平均販売高2000円、えー、2500円、2000円か2500円ぐらいで、ブランド比率が割と高めっていう形で、あのガチの古着好きが来るっていうよりかは、えー、とそれこそこう 僕とかも、例えばこうポロのシャツを、例えば買うだったりとか、割とこうちょっとま、まぐを広げて一般受けするような商材を、えっと、置いているというような形になっているので、えー、っと、仮に今僕一緒にやってるやつが抜けても、えっと、そこは再現できると思ってます。再現できるんでしたら、いいかもしれないですね。はい、で、えー、っと、亀店さんからの お叱りみたいなところですよ、ね、そうですねまあやっぱ本部が入れたものをこっちは並べるだけに聞こえるんで今のところ、うん、あんまりその本人が何やるのかなっていう加盟店ってなんかお金出して物件買えて別にやることないじゃない感じはするんですけど、うん、反面売れなかった時になんかその本部が用意した商品がっていうふうにしか思わないんで逆に言えば、うん、そこの追求された時になん,なんていうのかなっていうとどうやってフォローしていくのかなみたいな。そうですね、うん、結構かなり そういう事例は何かこう多席なケースなのかなっていうにも思ってるんですがうんでも無人店舗を加盟する人は多席な人もやっぱ多くなっちゃいますよ <laughs> どうしてもそれが魅力であるじゃないですか無人の、はい、自分が入らなくても運営ができるっていうのが魅力なんで多席のまあ別にいいと思うんですけど、うん、なんかやっぱ友人で接客してものを売るそのね友人でやって売れなかった場合は本人の教育とかが課題になってくると思うんですけどこれだともう完全に商品力のみで勝負していかなきゃいけないんで。 それ売れなかったときはやっぱ委託ってなると本部の力だなっていうのが思っちゃうかなっていうところなんですけど、ね、あのそういうケースもあると思いますねなんであのやっぱ加盟していただく段階で一つはやっぱしっかりそのリスクをご説明することで実際に既存の店舗に来ていただいてうちの商品ってこういう商品なんだっていうのをやっぱちゃんと理解いただいて、えー、始めていただくっていうのがやっぱそこ最初の,あの加盟前の えっと期待値のすり合わせみたいなところっていうのがすごく大事にはなるかなっていうふうに思ってます。なんか冷た感じ。あ, <laughs> あい,いえいえともないです、はい。ありがとうございます。じゃ最後に長母さん一言お願いします。ラストセットイント。はいあのー、本日は本当に貴重なお時間ありがとうございました。あのフジチャンネルあのー、まあレーマントラッ含めですねあの2年ぐらい前から見てたチャンネルなんであのこういう場にまずあの立てたことを本当に光栄に思います。で。 加盟開発っていう部分ではあのまだまだあの組織的に本当に弱い組織なのであの御社のお力を借りてきると嬉しいなっていうふうに思ってますよろしくお願いしますフランチャイズ展開への熱い思いをぶつける志願者古着の無人販売業界に革命をもたらすビジネスにトラちは何を思うのか物語はいよいよ最終局面へ とということで,です、ね、1枠の竹村さんからフリップの方お願いします。これはねすごく迷いますけどはふんわりということで今回出させていただきます。えー、っとねあの非常にこう確かに優秀だと思うしよく考えられてると思うんですけど今一つ突き抜けるものがちょっとないんですよね。それがやっぱり僕ははフランチャイズの社長には 必要だと思っててそこはまあこの短い間だから感じられなかったこともあるのかもしれないですけどまあということで他のお方々のおいご意見を聞きたいっていう感じですねではトモハッピーさんはい、お願いします、はい、僕もふんわり手伝う派です,です、えー。現状これがあんまり流行んなかったら古着の無人業態ですね。 あんまり流行んなかったらくすぶりやすいし流行ったら流行ったでそこを戦い抜ける競争力がまだ本部にないのかなとか社長にないのかなって感じたんでまあふんわり手伝いながら様子見がいいんじゃないかなって現状は正直感じました頑張ってくださいではハム社長お願いします僕はこれで FC, FC 学校の無料3ヶ月無料でっていうのもやっぱりその 名古屋さんすごいお人柄もいいと思いますし無人業態もめちゃくちゃ僕も同じ業態なんで業態もいいと思いますしもちろんアパレルっていうのもいいと思うんですけどやっぱりこの本部の力が求められすぎてるっていうのとまあその万引きとかいろんなことがまだうん無人やってる僕としては固まってないんじゃないのかなっていうこの段階で不思議加盟店をオーナーさんを募集しちゃうとあまりにもその加盟店と本部のうんいざこざが起きてもおかしくないんじゃないのかなと思って一旦これで僕は無料券を。 させていただきます厳しい <laughs> <laughs> では岩井社長、はい、リップの方お願いしますあの僕最初から決めててふんわり手伝うなんですよねでも皆さんとは違う観点からでなんかあのえっと本部構築はその顧問の方がやるっていうふうにおっしゃったので本当に今回はフランチャイズチャンネルが手伝うのは加盟店の開発に。 もうなんか特化しちゃうのかなと思ったんでがっつりじゃなくてもそこの部分だけやればいいとこ取りできるんじゃないかなっていうところで僕はそう思いましたはい以上ですということでバラバラでしたけどこれまでの虎の方々の意見を踏まえた上で林、はい、社長ファイナルジャッジメントタイムなんていうかまあこっちじゃなくて大丈夫なんですよねっていう感じですよねどっぷりじゃなくおされてないんですよねふんわりしてくださいねっていうことなんだろうなと思うんで 手伝わせていただきますそのでもねその僕たちはその僕はすごくいいと思うしいろんな今の問題点も僕たちだったらこうしたらいいんじゃないですかああしたらいいんじゃないですかっていうのもいろいろ伝えたいしもう改善もしたいけどでもなんかそこは求められてないのかなって思ったりとかねだからけどその顧問の方ともいろいろあるだろうしみたいなでも僕はすごく可能性も感じたしなんか受け答えもめっちゃよかったですよね。でえー、なんで、はい、あのー 竹本さんの言うことも分かるんですけど僕は本当すごくむしろどっぷり入りたいなと思ったんだけどなんかふんわりをご希望されてるかなと思ったんでふんわりみたいなそんな感じで実際どうなんですか <laughs> 実際はあのー、なんだろうなえっとうんいろんな意見を吸収していきたいなっていうふうに思ってるんですよねあのー、今構造的に、まあ、僕顧問 F. C. チャンネルさん、三社みたいになっちゃってるんですけど、あのー、本当に。一番いい意見を、どんどん採用していきたいっていうふうに思っているので。あのー、もうむ、むしろ、あのー、ガンガンアドバイスもいただきたいとも思ってます。はい。はい。まあ、今回はふんわり手伝うということなので、えー、協力閣約権の方を。はい、はい。どうぞ。はい。いや、けど、すごい可能性を感じましたんで、ぜひよ。 よし、ふんわり手伝いながら、僕たちのことを品定めしてみてください。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。では最後にですね、感想の方、なよさんお願いします。そうですね、あのだいぶ緊張してます。あの。僕、本当になんか、あの嫁からは頭おかしいとか。あの、ちょっと気狂ってるぐらいに言われるぐらい、なんで。 自分出しし切れててななかったなったいうのをを今すすごく反省ま一番突き抜けてる頭おかしいと思うのは青学を辞めて独協行くところですねこれって思ったらこういうタイプではあるかなっていうふうには自覚してますねはい <laughs> ということで今回は以上になりますお疲れ様でした、はいはい、ありがとうございました <laughs> ま古着の無人販売ビジネスで挑んだタイガーファンディングその結果はふんわり手伝う協力確約で終幕 全国展開を目指して新たな虎の子が走り出すその新しい未来の行方は続報を待て